豊岡市立図書館は、兵庫県豊岡市軽町にある公共図書館。同市内の本館、木の先文館、竹野文館、日高文館、伊豆市文館、丹東文館からなる。全館の蔵書数は、385,566冊。2005年4月1日に、豊岡市が、周辺五町と対等合併したことに伴い、 旧来の豊岡市立図書館を本館とし、旧五町の図書館を分館することとなった。豊岡藩、地味跡、跡の豊岡県庁跡に建てられており、旧豊岡県庁正門が図書館の正門となっている。2007年11月6日、木の崎庁舎2階に、木の崎文館として移転会館にした。木の崎子育てセンター、木の崎地区公民館、 木の先市民センターとの複合施設。2006年10月27日、竹野庁舎3階に竹野文館として移転会館にした。竹野地区公民館との複合施設。2009年7月22日、日高庁舎1階に日高文館として移転会館にした。日高子育てセンターとの複合施設。 2010年10月27日、伊豆市庁舎1階に、伊豆市文館として移転会館にした。伊豆市子育てセンター、行動地区公民館との複合施設。2006年4月1日、担当庁舎1階にいて、担当文館と解消。担当子育てセンター、合わせ橋地区公民館、担当市民センター、遠い吉尾記念館との複合施設。 本館各文館利用者登録の条件は以下の通り。豊岡市内居住者、勤務先、通学先が市内の者、豊岡市内の読書グループなどの団体、洋父市、上町、京丹後市の図書館にすでに利用者登録を行っている者。その他、館長に特別許可を申請し、認められた者。豊岡市立図書館に利用者登録をしているのは、 洋府市公民館図書室、上町立霞区中央公民館図書室、京丹後私立図書館も利用できる。逆に、相互利用提携先の各図書館登録者も豊岡私立図書館を利用できる。ありがとうございます。